看板取り替え前の正面入り口佐世保競輪場は長崎県佐世保市にある競輪場。施設所有及び主催は佐世保市。競技実施は夜間西日本地区本部九州支部。電話投票における競輪場コードは85。実況は株式会社 JPF で担当は2018年11月以降は大村敦氏が 主担当で務める。佐世保競輪場は1950年に開設された。戦後復興のための財源確保のために開設され、第1回競輪は1950年11月23日に開催された。国内すべての公営競技場の中でも最も西にある競技場である。記念競輪として、九十九島省争奪戦が毎年12月に開催され、 開催二日目のシード優秀競争は2016年まで地元佐世保の名物料理にちなんで佐世保バーガー賞の名称で行われていた。なお登場では以前通常開催においてもチンナさん大会など参加選手に特色のある企画開催を行っていた。1984年から1990年度まで 不況のため、旧車立てを8車立てに変更していた。過去には1999年と2004年に、ふるさと、ダービーサセボが開催され、1999年開催分は、総売上247億円を記録した。また2009年には共同通信社配春一番も開催された。今後は2022年5月に全日本プロ選手権、 自転車競技大会記念競輪と全日本プロ選手権自転車競技大会が開催される予定である。2010年12月までの佐世保市の財源への重当額は約104億7000万円で特に学校関係の建設費に約41億2000万円が当てられた。しかし、景気低迷や販売額の減少などから2005年度以降は 一般会計への繰り入レは行われていない。2011年10月19日の開催より、オッズパークにおいて、シゲカツ式投票のセレクト5.7を発売し、2012年12月26日からの開催より、ランダム7も発売される。トータリゼータシステムは、日本トーターを採用しており、2012年度からは、同社による、 開催事務の放課追託が行われている。2014年に開催の長崎国体では自転車競技で使用された。なお2015年8月2日よりナイター競争が開催され、ナイターでの愛称は九十九島にちなんだ99サンセットナイトレースとなる。また8月8日よりミッドナイト競輪も開催されるが、こちらは現地での車検購入はできない。 佐世保競輪場は老朽化のため2022年度からメインスタンドの全面回収が行われることになっており2022年12月に既存スタンドを解体し2024年12月に回収を完了する予定インターネットによる車検販売の普及に伴いメインスタンドの収容人数は3100人から800人に規模を縮小する一方競輪場周辺に 市民向けの施設が整備される。整備費はすべて競輪での収益によって積み立てられた基金で賄われる。マスコットキャラクターは、佐世保の伝統工芸品の佐世保独楽をモチーフにしたトップくんとウィンちゃん。また、2017年には、佐世保競輪神社の巫女キャラクター、九十九島なぎ会も誕生した。2020年12月には九十九島なぎ会に加えて、 九十九島名女、九十九島凛と、メンバーが増員となり、三人体制のアイドル、九十九島三姫となる。これに伴って、2017年からの、開設記念競輪の開催二日目の、シード優秀競争は、九十九島な議会賞に変更された、2019年以降は、初日、四百メートルバンクだが、かつて五百メートルバンクだったものを回収して作られた。 ため関東が緩く、直線の400メートルバンクの中では最も短い。このため逃げ、先行タイプの選手に有利なバンクと言われている。なお1コーナー側は道路を挟んで、佐世保港に面しており、海風に注意が必要となっている。大画面映像装置は1センター側に設置されている。過去に、青春パー試合、永遠の1、2の映画ロケが行われた。 一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴気。ありがとうございます。